来たるって本当ですね。口角上げて皆さん生きていきましょう。なんちゃってね。でね、とてもね、浮かれた気分になれないなっていうつもりだったんですけどもね、浮かれちゃいましたけど、実はね、いつだっけ、今週の頭だよね、月曜日かな、からなんとね、人生ね、私ね、長いんですけどもね、まだね、3回目なんですけどね、今回ね、腰痛が出てしまいました。で、前回はね、20代の時にね、遊びすぎって言われたんですよね。さすが俺。でね、今回はね、多分ね、10月27日に2本走って、その5日後の11月1日にね、これまたね、1日3本走るってことめったにやらないのにね、平日の25分枠を3本、それやったからね、きっとね、5日間の間にね、そんな25本を5本も走ったからね、それできっと疲れきちゃったと思うんですよね。だからね、本日ね、11月11日ポッキーの日、予約取ってたんですけどもね、やっぱり来週のツーリストトロフィーがやっぱりね、本番ですからね、それに出られないっていうことになったら本末転倒なんで、今日泣く泣く諦めました。っていうかね、もう2日前の時点でね、もうとてもバイクなんか乗れるような状態じゃないってね、判断した結果です。ですので、本来であれば今日走った走行動画を上げるつもりだったんですね。で、これ先週の11月1日の3本走ったやつの3本目なんですよ。これ上げる気なかったんですけどもね、じゃあこれ上げようかななんてね、すいません、そんな程度の動画のアップです、すいません。とはいえど、まあ12秒ずっと狙ってたんですけども、全然1本も出なかったんですけどね。でもね、例のシンドバッドのね、例のあれですよ、定食、あれは見事にクリアしてるんで、今回もぜひエレガントによろしくお願いします。はい、それではいきなりですが、今回もエレガントに行ってきます。はい、1日で3本目です。3本目、いい年こいて。ねえ、でもね、すんごいね、走りやすい気候になりましたよね。真夏なんかそんなことやったらね、もうとてもじゃないけどできないって感じでしたけどもね、すごいエンジンも回るようになりましたし、そうそれでね、ここの冬になると出るR25 の病気、インジェクションのバグかなんかでね、吹けなくなるんですよ。まあってね、それもね、早速始まりました。まあね、猛暑もやっと終わってね、エンジンもね、快適に回るようになってきましたよね。これね、編集してんのが、11月11日、先ほども申し上げましたけどもね、今日もね、ちょっとね、神さんのね、マンションの方にね、僕 R25 のノーマルのパーツね、全部置いてるんでね、ちょっとね、T-MAX で取りに行ったんですよ。そしたらね、もうね、ほんとね、T-MAX もね、いい感じでエンジンがね、吹けましたね。回る、もうほんとにいい季節になってきましたね。ちょっとね、これ以上寒くなるとね、ちょっと辛いですけどもね、まあほんとにエンジンにはね、いい感じになってきました。でね、かみさんのね、マンションの方にね、ノーマルパーツで、ね、何を取りに行ったかっていうとね、チェーンカバー、ちょっとね、今回チェーンカバーつけようと思ってね、チェーンカバー取りに行ったんですよ。それはなぜかと申し上げますと、前からね、ちょっと気になったんですよね。僕チェーンカバー何もつけてないんですけども、走行終わった後とか、チェーンにオイルつけた後とかよく拭くんですけども、走行後にね、やっぱね、シートカールのところにね、左側、思いっきりね、オイル飛んでるんですよね。チェーンのオイルがいっぱい、あれね、なんかすごい気になってたんですよ。でね、今回チェーンきれいに掃除して、グリース、まあグリースというかベルハンマーの、スプレーなんですけどね、拭こうかなと思ったんですけど、前回もね、それやったらね、
過去にそんなね、チェーンのオイル飛んでそれがタイヤについて焦げたなんてことは一回もないんですけども、やっぱ気持ち悪いですよね。だから今回ちょっと多めに、スプレーもオイルスプレーもしようと思ったんで、怖いから念のため、チェーンカバーちょっとねつけてみようと思って、取りに行った次第です。で今日は整備したついでにね、新品タイヤとオイル交換もやったんで、そのついでにチェーンカバーも取り付けました。それで気になったのが、皆さんチェーンカバーついてたっけかなって考えたんですよね。笑ったら怒られますよね。ジップさんはつけてます。あの人ほんと街乗り仕様だから、もうほんとドノーマルって感じだから、チップさんはつけてんですけど、まあすいません怒られちゃう、チップさんごめんなさいね。でほんと皆さんね、ガチのレーサーっていうかね、そういう風にしてる人ってチェーンカバーどうでしたっけ。それを忘れちゃったっていうか見てないんで、今度来週レースの時、車検の時とか皆さんどうしてんのかなと思ってちょっと見てみようかななんて思ってます。もちろんチップさんのマシンは確認しません。すいません怒られちゃいますね、ごめんなさい。はい、ということで一発目はね14秒台でしたね。これも確か14秒台ぐらいだったんですけども、結構ね本当ね、12秒台これね真剣にね、狙ってたんですよ。でもね一本も出なかったんですけども、本当は1部屋本当にねもうね完璧ですね。完璧普通になりました。はい、腰痛もちょっとねよくしたいから、あんまり座ってんのよくないんですよね。だから座ってこうやってやってんのもなんだからね、ちょっとね取って出しにみてえな感じでね、この動画上げちゃおうかななんて思ったんですけど、さすがおしゃべりシンドバッド、結構やってますよね。でねこのラップぐらいからはね、確かねほとんどずっと13秒台で走れると思うんで、ちょっと見てみてください。
去年のね FT2 のね卒業生のしげちゃん、あの人にね言われたんですよね。印刷す時はその人にもう寄り添うようにスーッて横に入って印刷取っちゃえばこっちの勝ちだからってね、しげちゃんにね教わってたんですけどもね、今まで一回もできなかったんですけども、まあ、こういう言い方したら失礼ですけど、今の方ビブス着ててね、それをやりやすいっちゃやりやすかったですよね。速度差が大きかったから。だからね、逆にいろいろなね危険はありましたよね。ビブスの方ですからね、はい、そこは申し訳ないんですけども、とにかくあれくらいの速度差があればスッて寄り添うように入るってことがね、なんかねタイミング的にできるようになってきました。でもね、この動画上げるにあたってね、結構ね自分でも見たんですけども、それで編集しながらも見てるんですけども、これ12秒台狙ってんですけども出ないかったんですよね、1本も。でも今ご覧の通りね、13秒01とかほぼ13秒フラットぐらいとかね。でもね、こここうした方がいいなとか、こここうやんなきゃダメだなっていうのがねすごく分かって、すごくこれ来週のレースのためにもこれ良かったかなと思いますね。で思うんですけど、僕の動画絶対なんていうのかな、勉強になると思うんですよね。なんていうのかな、僕より早い人にじゃなく、僕より遅い人っていう言い方も失礼ですけども、早くなりたいっていう人だって、僕ってチップさんとかいろんな早い人ってすんごいもう鬼のようなツッコミとか、うわーとかもうすごい、とても真似できねえなーとかね、そういうような走り結構するじゃないですか。向きの変え方とかもどうやって変えてんのみたいな。でも僕のこれ見てるとなんか普通にできるように思いません、皆さん。なんかね、特に無理してるような感じもなく、結構スムーズにこれ走ってるでしょ。だから結構真似しやすいなと思うんですよね。速度的にも13秒台だし。で先ほども申し上げましたけども、自分で見てると、ここもっとこうすればいいんだよ、ここここもうちょっとブレーキあそこまでだなとかね、そういうのすごくわかるから、これ本当よかった。来週の、ツーリストトロフィーに向けてね、イメージトレーニングじゃないですけどもね、本当にこれよかったな。ただ気になるのがこのラップタイマーなんですよね。本当ね、3回前の走行あたりからでしたっけ、もうこうやってね、なんかすごい不調なんですよね。これレースの時出たらもちろんそんなの無視ですけどね。
つしか落ちなかったパターンですね。で、はい、現れましたね、この後ろの方ね、隣に速度速い人、この人とね、確かね、しばらくね、この動画編集して見てから分かってるんですけどもね、またね、僕は気がついてないですけど、あの人僕のことを抜こうと思ってね、結構ねバトル仕掛けてくるって感じです。ですけども、あの人にとっては僕は格好の餌食っていうか、いいターゲットですよね。ストレートではね、完全に劣るんだけども、コーナリングでなんとか抜けるぞみたいな、あの人を感じたからね、僕格好の練習相手になってますよね、本当に。理想的でしたね、個人的に。あれ毎回できるようにならないとダメだな。頑張って練習しよう。
使ってるんですね。今それでリアの画像がなくなった分、フロントの画像だけになったんで、音声の方もフロントの方を使うようにしたんで、音が急に変わりました。てかなんか上の真ん中に置いといた置いてあるリアの画像、あれない方がもしかしてなんかいい感じがするなって、今これでそうなって見てみたらそうなんで、急遽それ全部直したから、リアの画像は下の真ん中に移動した次第であります。なんかそういう方がいいですよねこれね。で6チとかねやってくれる人がねいた時にそれをね拡大するみたいなね、入れ替えるとかそういう風にするように今後しようと思います。はい、いかがだったでしょうか定食動画最初の頃にねかなりねマイナス要因なこと言っちゃいましたけど、個人的にはこれ上げてよかったなってすげえ思います。その心は、自分で見て勉強になる直球回はい、ではね、また腰まだ痛いんですけどもね、来週いよいよ今シーズンの最終戦、ツイストトロフィー頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。ということで最後まで今回もエレガントにご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ツイストトロフィー頑張ります。ありがとうございました。